レーブ・ダヌイロビチ、コルシゴ、ウクライナ語、意味、レーブ・ダヌイロの子、1228年から1301年、は、流陸町の公焼の一人で、ベルズ公国の公、ペレーム・イシュリ公国の公、ハール・イチ公国の公であり、ハール・イチ・ボルイーニ大公国の四大公でもあった。レーブは、次男として、ハール・イチ・ボルイーニ大公国の二大公、 ダヌイロ・ロマーノビチと、ムスティスラーブ・ムスティスラービチの娘、アンナの間に1228年に生まれた。ニー・イラクリーは1240年に死んでから、父の後継ぎとして重視されるようになる。1247年、父のハンモンゴル連合を完成させるために、レーブは、ハンガリー王国の国王ベーラ4世の娘、コンスタンツィアと結婚した。1250年代には、 モンゴル人のチョークレムサと戦い、多数の勝利を重ねた。1259年、レーブの父がノガイとブルンダイが率いるモンゴル軍に敗れたため、ハールイチボルイーニ大公国は再び、ジョチウルスに従属した。大公国は、モンゴル人の先法として、ヨーロッパの諸国へ出兵した。1264年、トーダヌイロの死後、ペレームイシュリ公国の公家となり、 自らの講座をレーブにちなんで名付けられたリビューへ移した。弟シュバールノは死ぬと、レーブはハルイチナーの全地域とボルイーニ公国の所領地を受けた。また、1272年にハールイチ・ボルイーニ大公国の首都をハールイチからよりさらに西の方にあるリビューにセンした。レーブはジョチウルスの支配下にありながら、モンゴル人の力を借りて、 自分の領土を増やそうとし、反モンゴル政策を密かに抱き続けていた。そのために、1280年代に、ハンガリー王国のザカルパッチャ地方を奪って、ポーランド王国のルブリン州を占領すると同時に、チェコリトアニアドイツ騎士団と同盟を結んだ。1293年、オジバスイリコの子孫が耐えると、全ハールイチボルイーニ大公国の君主となった。 1301年に死去。霊部は存命中にモンゴルと対立を避けるために、父の王位を受けなかったが、霊部の息子ユーリー・リボービチは力を蓄えて自ら、ルーシの王と称した。ベーラ4世の娘コンスタンツィアとの間に、以下の子女を設けた。ウクライナ語では、リビウは、霊部の街という意味を持っている。霊部は、ラテン語の、霊オにあたる。ありがとうございます。